りました。 M1 男子、はい、M1 ハテナ男子、チームのお呼び出しをいたします。 M1 ハテナ男子チーム紹介します。小島は第3コートで得点係をお願いいたします。組のお兄ちゃん黒川さんのお母さんに覚えてもらった。第3コートで得点係をお願いいたします。次はマチャさん、マチャさん、ケミさん、 M1 中原さん、 M1 です。あったやない、わからん。このチーム1試合目で1試合目が2試合目の勝に1勝1敗やろ。1勝1敗で勝ったら上がった。ナイス。勝ったら上がれるから。で、おー、ナイス。経験ミサ、ナイジャッチ。大丈夫大丈夫、切れてる切れてる。切りたがり切りたがり。ボールが。アルゼンチンの人よく見てくない？あの人バツ、なんて書いたことかな。ナイスキー、おー拾う、よっしゃー。バツーター、誰バツーターって、バルサーって書いたのかな。いや、アルゼンチンの人、バルサーなわけないか。バルサーはお腹すいた。お腹すいた。誰かなんか報酬くれんかいな。まあでもボランティアやもんね。やだ。大丈夫、映ってない。最初から全然見られたくない。俺は負けたけばいいけど、まあ、4対4です。お、意外と同点。でもなんか、なんか桃と練習しようけん、練習しようときに見たら、ナイスキー。見たらしたくなるよね。やろ、うん、あれはできるやん。いやでもちょっとゼミがなんやねん。でもね、ゼミ発表ちゃん今週。そうなん、何もしてない。やばいじゃん。やばいじゃん。どこだ、またでしょ。印刷ってない関係、水曜日までにレジュメを作らんと。結構ギリギリじゃない。うん、5対5です。バイトも、バイトはあるけど、学校絡みのテストとか。ああね、なんか大人やね。そうなって、もう何やろ。マチャさんたち向こうか。あ、こっちのこっちはおじさんやん、完全に。バレエが大人ってこと。だけん終盤いいかもね。バテてきたかも。そうそう、お互いバテたらどうするよ。まだ向こうの方が遅い、バテ始めが。そうね、まだ若いもんね。ナイスキー。6対6、同点。勝負。
まあ、ブランドものやったら3つくらい。6対7で負けてます。これは1万5000円の半額くらいだ。大好き。シーソーゲームやん。そうなん。あー買ってほしくない。先輩の意見ね。未用券ね。来年出ても先輩の意地絶対見せれんやろうな。楽しめればいいね。ナイス。8対7です。逆転したいね。逆転ナイス。みんな動くけんね。すごいよね。ナイス。うわあ、惜しいな。8対8です。なんかみんなチロシー違うやんハハ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 ハ。決勝トーナメント、10対8です。決勝トーナメントの抽選のお知らせをいたします。ただいまホームテントにて抽選を随時行っております。試合が終わられましたチームはホームテントにお越しください。繰り返します。決勝トーナメント、敗者トーナメントの抽選のお知らせをいたします。ただいまホームテントにて抽選を随時行っております。試合が終わられましたチームはホームテントにお越しください。10対10です。まだまだ元気だな。中にめっちゃスマホ入るんですか。頑張れ。先輩潰してね。ナイスキー。やばいよ、吉明さんだって。吉明さんお願いします。え、強制たちとポケットのうち。マジ。え、どことどこが決勝。え、強制誰だったの。竹下たちやん。2年と3年の戦い。あ、惜しい。はい、出た、移りたがり。移りたがり。はい、出た、はい、出た。はい、出た。はい、出た。いいですね。強制たちとの試合、強制の試合、次取り行くね。決勝1試合目。3試合目。バイバイ。13対11。追いついてくれるはずです。ホルモンね。よし、よし。あー、もう取るもん。よし、ナイタッチ。あべ、そうやん、早くせんと。サーブでーす。13対12でーす。いける。もう
でも10分なるけん。よっしゃー、ナイスです。あと1本やろ。なんか言ってて。あ、同点とかないやろ。でも待てばいいのに。ねえ、だよね。ゆずきかんな。まず1点どっちか取るやんね、次に。原さんサーブするやつやね。絶対嫌だ。絶対嫌 だ。こんな状況でサーブする。絶対嫌だ。ピンチサーバー出してほしいわ。よしあきみたいな。覚えてる。電勝負で。電勝負で。ああドキドキやん。でもサーブからです。電勝負です。頑張れ。めっちゃ怒ってる。おしまい。14対3です。